すいません、キンさん。どうされました？ホームでタバコを吸ってる男の人がいるんです。え？私、お腹に赤ちゃんがいるので気にしすぎなのかもしれませんが。いえいえ、そんなことないですよ。教えていただきありがとうございます。お客様すいません。なんだよ。駅構内は全面禁煙となっておりますので、タバコを吸うのはおやめください。うるせえな、これだけ吸わせろよ。お客様困ります、ここは禁煙なので。これだけ吸わせろって言ってんだよ。おいごろてめえ。あ？お前以外に誰がタバコ吸ってる。みんなルール守ってんだよ。守れねえなら電車乗んな。そんな大げさな。今嫁が妊娠中でよ、家じゃ吸えねえからここで吸って帰ろうと思って。周りにどんな人がいるか考えたか？え？一番近くにいたのは妊婦さんだぞ。え？なのにお前はお構いなしにタバコを吸って妊婦さんと赤ちゃんを苦しめてたんだぞ。タバコが原因で赤ちゃんに何かあったらお前は責任取れんのか？お前は人の人生を狂わせる行動をしてたんだぞ。じゃあもっと離れろよ。本当に自分しか見えてねえんだな。ここはエレベーターすぐ近くの乗り場だ。妊婦さんは移動するのだって一苦労だってことはお前も奥さんがいるならわかんだろう。ああ。お前が奥さんのことを大切に思うように、あの人のことを大切に思ってる人がたくさんいるってことを覚えておけ。はい。奥さんを大切にしてくださいね。駅員さん、ありがとうございました。いえいえ、駅員さんはきっと家族思いのいいお父さんなんですね。独身です。